はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。頑張りましょう。はい、今日はですね、ダイビングのエアー消費が早い人の原因と対処方法についてお話ししていきたいと思います。ダイビング中ちょっと自分がエアーが早くて、周りの人についていけなかったり、早めに上がらなければいけなかったり、ちょっと他の人に迷惑かけちゃうなとか、ちょっとこう思ってしまったり、水中でですねドキドキしながら潜られている方、そういう方もまあな結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。これはビギナーの方ももちろんそうなんですけども、中堅からベテランの方に関してもエアー消費がずっと昔から早いまま変わってない方、そういう方なんかもですねぜひ参考にして聞いてもらえると、大幅にエアー消費の量が変わってくるんじゃないかなと思います。今日はそんな講座の方にしていきたいと思ってます。まず2点、エアーが速い原因についてのお話、それからエアーが速い人の対処方法のお話で進めていきたいと思います。まずじゃあエアーが速い人の原因っていうところについてなんですけども、いくつかこちらに原因を挙げてみました。体格だったり運動量だったり適正ウェイト、呼吸方法から中性浮力から BC の吸気とか漏れから水中の環境、こういったものが原因になってくるんですけども、どういうことかちょっと詳細をお話ししていきますね。まず体格という面では、やはりですね体が大きい方、男性の方、そういう方に関してはどうしても消費量っていうのは多くなってきます。ただしここに関しては自分の運動量の制限とかその辺でだいぶ変わってはきます。確実に体格が大きいからエアーは俺早いんだよなっていうような形で諦めているわけじゃなくて、体格がいい人でもエアー消費は十分に抑えられるということをまず、考えてほしいです。で、それがまず体格の大きいというところが原因の一つにはあるんですけども、まあ、これに関してはちょっと解決することもできると。で、次運動量、もちろんエアーが速い原因として水中での運動量が多くなるということです。無駄に異常にフィンクワークが多い方、それから動きの幅が多い方、目的のところに最短距離で行けばいいものを、少しオーバー気味に回っている、いつもそういう動きをしている方、僕の講座でエントリーから選考までっていうところのお話をしたことあると思うんですけども、そのエントリーから選考までの非常に無駄な流れのところ、あれも特にエアーを使う原因になってきます。そういう運動量が多いっていうのも原因の一つですね。それからまたここも僕の講座でやったんですけども、適正ウェイト、水中でいつもオーバーウェイトで入っている方とか、ちょっと少ないウェイト量で入ってしまう方とかですね、適正ウェイトが取れてないということ、これもですねエアー消費のかなり高い原因になってきます。それから呼吸の方法、呼吸方法ももう多分ダイビングのベテランの方とか中堅から上の方なんかはもう当たり前に呼吸方法ができていると思うんですけども、まだそれでもエアーが速いのであれば、どこかのタイミングで呼吸方法を変えてみるっていうことも大事になってきます。呼吸方法も非常に原因の一つです。から中性浮力、こちらもですねもうエアーが速い原因の、まあ、一番と言ってもおかしくないぐらいですね。要は水中での適正ウェイトが取れていないから中性浮力も上手に取れない、こういう流れになってきます。中性浮力が取れない方もエアーが速い原因の一つです。それから BC の吸気と漏れ、フリーフロー、これもよくいらっしゃるんですけども、ジャイアントスライドエントリーにしてもバックロールエントリーにしても、エントリーした瞬間にオクトパスからバーッとエアーが吹いている状態、これでですねかなりのエアーは食います。あとは陸上でセッティングしている時にポーンとどっかに当てたい衝撃でレギュレーターからブワーッと吹いてしまう、これでも結構エアーっていうのは減るんですね。ですのでそういうことを対処していくことが大事で、これも原因の一つです。それから水中での環境、流れが強かったり、それからどうしても長い距離を動かなければいけないようなポイントだったり、そういう場所なんかではどうしてもエアーが速くなって、こういうの原因になってきます。以上のものなんかがエアーが速い人の原因です。じゃあですよ、この原因をどうに対処していけばいいか、ここが重要になってくると思うんですけども、エアーが速い人の対処法のお話に次に入っていきたいと思います。今言った原因をそれぞれ全部対処方法を考えていきましょう。まず体格に関して、体格に関してっていうお話なんですけど、基本的にはですね体格をカバーしていくのは体力作りになってきます。ですので日頃からやはり息が上がらない、通常例えば通勤なんかで階段を上がったり降りたりするときなんかも息が上がらないぐらいな運動量を自分でコントロールできるような、呼吸使いをできるような、そういった体力作りが
こういった体格面に関するエアが速い原因を対処する方法になってきます。次、運動量を対処する方法。これはフィンワークの上達、これが一番になってきます。よく、まあ、大物が出たよとかレア物が出たよ、群れが出たよと水中ダッシュでブワーッとアクションをかける時があります。カン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 とガイドが鳴らしてそこに向かってバーッとダッシュしていく。この時に非常にお客さんでも差が出てきます。前に全然ついてこれる人と、後ろの方でついてこれない人と、アップアップになってる人と、こういう場面場面でやっぱり水中でダッシュすることの攻略をするのも大事なんです。で、結構皆さん見ているともう闇雲にブワーッと書いて息もふん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 ブワーッというダッシュをしている方多いんですけども、水中でどんだけ速いキックにしても呼吸が乱れないダッシュの方法っていうのを身につけてください。呼吸は一定のリズムなんです。だけど運動量が上がってくる。これはさっき一番最初に言った体力作りやってないと割とできないことなんですけども、息が上がらないトレーニングっていうのも大事になってきます。ダッシュすればおのずと息が上がります。そうすると水中では鼻で呼吸ができませんので、息が上がるっていうことは体力を、肺の中が苦しい苦しいという状態にどん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 なってきます。過呼吸の状態ですね。この状態でダッシュが終わった後にまた元の呼吸に戻そうと思っても水中の環境下では非常に難しいんですよね。で、僕が一つじゃあコツとすると、ダッシュを攻略するコツとすると、今のお話だとちょっと難しいかもしれない、体力をつけないと難しいところもあると思いますので、じゃあフィンダッシュをします。ブワーッとダッシュします。で、このダッシュの時に1回でもいいですから煽り足を間に入れてみてください。パンパンパンスッパンパンパンスッっていうような感じです、イメージとすると。まあ、ちょっとイメージだと分かりづらいので、ちょっとこれ水中映像を撮ってきましたので、こんな感じのフィンワークをすると非常にダッシュの時でもエアーの消費が防げますよと。ちょっとこちらだけ水中映像を見てみましょうか。ですね、水中ダッシュの特に息が上がらないようなやり方です。煽り足がしっかりかけてる人の、条件になってくるんですけども、通常ダッシュだと一生懸命一生懸命バーッとかけます。この一生懸命かいたフィンワークから煽り足にスッと一回変える、トントントンスッ、トントントンスッっていうイメージです。そうすると息は絶対に通常のダッシュしてる時よりも上がらなくなってきます。で、だんだん慣れてくると、皆さん嘘かと思うんですけども、煽り足の方が周りの水流を上手に使えますので、スピード感が出る時もあります。ですので、ブワーッと書いてる間の数の時の方がグッと進む時っていうのもあるんですよね。何かを見つけてダッシュする時とか、流れに負けそうな時とか、ぜひ試してみてください。それが水中ダッシュ、まあ、ダッシュした時のエアーが速い時の対処方法ですね。それからじゃあ、呼吸方法についての対処方法です。おすすめの呼吸方法っていうのはどういう呼吸かっていうと、よく僕も教えるんですけども、ダイビングって息を水中で吸わないと苦しいっていうイメージがありますから、大半の人が結構吸い気味の呼吸でダイビングしてる人が多いです。まあ、特にビギナーの方とかやり始めた方なんかはそうだと思うんですけども、どうしても鼻呼吸が制限されます。マスクで防がれますから、口呼吸だけになった時に思いっきりやっぱり吸い込んで、こういう呼吸やってる方が多いと思います。これはあまり良くないんです。ダイビングはしっかりと吐き気味の呼吸ができる人ほどとてもエアー消費が持ちます。それとともに運動量も、楽になります。で、水中活動もすごい楽になります。どういう呼吸かっていうと、吐く方中心です。ふー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 、こんなリズムです。長く吐いて必要なものを少しだけ吸う、こんなリズムの呼吸方法をおすすめです。これずっと呼吸方法を今まで変えてない方、一度試してみてください。非常に変わります、呼吸方法によって。はい、次、中性浮力ですね。まあ、これ全部連動していますので、中性浮力が取れない人っていうのは、その対処方法とすると適正ウェイトをまずしなきゃいけない、ね、まず適正ウェイトで、かつ
機材の扱いをしっかりと取れなきゃいけない。で、中性浮力っていうのはみんな、なんていうんですかね、ピターッと安全停止の時に縦に止まってるっていうのが中性浮力っていうイメージあるんですけども、基本的には泳いでる時、ダイバーは縦になってプカプカ浮かんでる時なんていうのは安全停止の時ぐらいしかないわけですから、泳いでる時に中性浮力が取れてることが大事なんですよね。ですので、そこの水深で泳ぐ姿勢を取りながらフィンを止めても浮きも沈みもしないような感じ。それに関してはさっきの呼吸方法でうまくトリミングしていくんですね。体の浮き沈みをさっきのふーっていう呼吸方法の中に、体が浮きそうになればふーってすぐ吐いてあげる。そんなようなリズムに合わせていくことが中性浮力のコツになってくるんですけども、これに関しては皆さんダイビング技術の方で講習とかで教わってると思いますので、まずは対処方法は中性浮力を取ることっていうことで、ここはお話ししておきましょう。中性浮力がしっかりと取れれば、おのずとエアーの消費は抑えられます。はい、次がですね、機材トラブルの対処っていうところなんですけども、先ほどお話ししました、エントリーした時によくいるのがボーンっていう衝撃でオクトパスがブワーッと吹いていて、それに気づかず先行しようとしていたり、結構ずーっと吹いちゃってる。これも非常にエアーが速い原因になりますよとさっきお話ししました。で、レギュレーターの構造的には、何か衝撃があった時にレギュレーターっていうのは呼吸の供給を止めないようにわーっとフリーフローを起こすようにできています。ですので、皆さんが思ってる以上に敏感に衝撃によってフリーフローっていうのは起こります。これ水中でちょっとドンってどっかに当たったらオクトが吹いてたとか、機材をセッティングしてレギュレーターがどっかトンと下に当たったらブワーッと吹き出したとか、こういうフリーフローの時もエアーがかなり減りますので、もしフリーフローが起こった時はすぐにマウスピースを押さえつけるように下側を向けてあげてください。そうするとフリーフローっていうのは止まりますので、オクトパスをマウスピースを押さえるようにして下に向けるっていうような感じですね。で、できればエントリーする時なんかもオクトパスがフリーフローを起こす可能性を頭に入れといた方がいいです。エントリーしてからフリーフローを起こすとブワーッと吹いてるのが、あれどこだどこだどこだで暴れますから、オクトパスホルダーとかをつけていないとオクトパスがブワーッと暴れてそれを止めるっていうまでの間時間かかりますので、その辺も対処方法の一つで入れておくといいと思います。それから最後、環境的なところでいくと流れの対策。これは僕のエントリーから選考までっていうところの流れを一度皆さんご覧ください。あれはよくあります。エントリーしてから選考するまでっていうところなんですけども、エントリーしてそのまんま先行していって、流れに流されながら先行していって、で、ガイドのもとへ流れに逆らいながら乗って帰ってくる。こういうようなエントリーから先行までの流れをする人っていうのは、通常よりも長い距離動いているわけですから、それもしかもダイビングの最初のエントリー時から先行って一番プレッシャーがかかるときにその動作をしているわけですから、そこで大半のエアーは使ってきます。ですから、そこをしっかりとロープを目安にして、集合場所にすぐに流れに乗るんじゃなくて、ちゃんと方向性を定めて先行ができていくこと、こういうこともエアーの対処法になってきます。これらのこと、エアー消費が早いっていうのは一個の原因じゃないですので、これらのことが全部できていればきっとエアー消費っていうのは抑えられます。どれかが欠けていたりするので、やっぱり自分のエアーはいつも早いんだよなとかっていうような感覚になってると思います。で、エアーがいつも速い人は何かを変えない限りずっと同じです。何かどっかで自分の呼吸方法を変えてみたりとか、フィンワークの方法を変えてみたりとか、使う機材を変えてみたりとか、フィンとかですね、そういうことをしていくこと、あとはまた体力作りをしてみたり、自分の運動能力を上げているとか、そういうことをしないとエアー消費っていうのはどうしても、ずっと同じ量を吸ってしまうような感じになってます。ダイビングで呼吸っていうのはもうとっても大事なことですので、呼吸方法をしっかりと身につけてエアー消費を抑えていくというような形をぜひ学んでみてください。スキューバダイビングではより中を快適に行うっていうことが まず最初に考えなきゃいけないことです。その快適なダイビングをしていくのに、中をこうずっとエアーのことを考えながら潜っていたり、ああまだみんなは潜ってるけどみんなに迷惑かかるから先に船に上がろうとか考えてたりすると思うんですけども、そういうこともなくしてくるとより良くなってくると思います。で、よく一つ勘違いがあるんですけど、エアーがもうないから先上がりますみたいな感じで言ってこう上がっていく方たちもいるんですけども、我々ダイビングガイドっていうのは、その方がベテランであろうとも、その方が一人でダイビング中上がるっていうことはまずさせないです。途中でトラブルがあった時に管理できませんから、
エアー消費が早い人がいるならばショートコースのダイビングになってきますし、上がるときにアシストをつけて一緒に上がらすというような形になります。ダイビングで単独で一人で浮上させるっていう行為っていうのはまずないと思ってください。これはよく事故でもあるんですけども、その人がもう先に上がるっていうから上がってると思って、上に上がってみたら誰もいなくて、それから捜索が始まったとか、そういうこともあるんですけども、エアーが早いからって先に上がりますよっていうようなことをいつも頭の中に描いているとダイビングっていうのはあんまりよろしくないと思います。ですので、こういうことをちゃんと学んでですね、エアー消費を少なからず皆さんと同じぐらいに持っていけるように頑張ってみるといいんじゃないかなと思います。今日はそんな形でエアー消費が早い人の原因と対処方法のお話でした。ぜひですね、皆さん自宅では練習できないと思いがちですけども、自宅で呼吸方法の練習だったり、運動能力を、息の上がらない運動能力を上げる練習だったり、そういうことはできますので頑張ってやってみてください。それ以外のことはですね、現地に来てガイドさんに相談してみたりするといいかと思います。じゃあ今日の熱烈先生のダイビング講座はこれで終わりにしたいと思います。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。